こんにちは、グッドテイスト TV のひろとです、本日はレビュー動画やっていこうと思います。こちらの製品ですね。はい、ドアーズのグリースワックスです。お値段が 80g で税込み1650円となっております。はい、ということでこちらはですね、このドアーズポマードのドアーズから出てるビーチオレンジワックスシリーズの中のグリースワックスという製品ですね。まあグリースワックスっていう名前なんですけど、まあグリースですね、簡単に言うとね。まあざっくり言うとですね、クックグリースとかそっち系の使用感に近いかなという感じです。なのでですね、今出てきたこのドアーズポマードとかドアーズ SS とは違って、こっちはパリッと固まらないでしなやかホールドで、ツヤも強いですし、その強いツヤ感もね、長く持続するというような感じですかね。そしてこちら香りはですね、ビーチオレンジっていうフレグランスを採用してるそうで、先ほどのドアーズポマードとかとはまたちょっと違うんですけど、これもですね、ドアーズらしい太陽と海をイメージするようなね、割と夏っぽい感じのね、香りっていうんですかね、になっていて、これからの季節にね、すごくよく合うグリースかなと思います。はい、ということで今回はドアーズグリースワックス、こちらを詳しくレビューしていきたいと思います。チャンネル登録まだの方は登録ボタンポチしていただいてから、よかったら最後までご視聴ください。はい、まずパッケージから見ていきます。容器は瓶になってますね。ドアーズのポマードシリーズは缶の容器になってますが、このビーチオレンジワックスシリーズは、今回ご紹介しているグリースワックス、それからストロングワックス、ハードバームと3種類すべて同じ瓶のパッケージになってます。細長くて結構高さがある容器なので、割と中身たくさん入ってるのかなと思いきや、内容量は 80g ってことでね、そんなにたくさんは入ってないですね。デザイン的にはドアーズのポマードをはじめとした他のシリーズとはまたちょっと違った感じになってます。公式によりますと、こちらのシリーズは夏の日差し、カリフォルニアのビーチに実るオレンジをイメージした新香料ビーチオレンジを採用してますと書いてあるんですけど、どこかそんなイメージが伝わってくるような外観になってますよね。このヤシの木でしょうかね、違ったらすいませんが、描かれていたりですとか、このイエローオレンジっぽいカラーとかね、南国っぽさを感じるようなデザインになってるかと思いますね。そして中はこんな感じです。細長い瓶に入っててるので、何回か使うだけで中身がこうすぐ沈んでいくというかね、減っていく感を早く感じますね。指にとってみるとこんな感じで、テクスチャーはオレンジ色です。やや固めなんですけど、ねっとりしていて、狙った分量はしっかり指に取れるような感じになってるかと思いますね。まあ固めは固めではあるんですけど、ドアーズポマードとかドアーズ SS とかと比べると気持ちもうちょっと柔らかいかなという感じがしますかね。そして質感としてはファイバーなしで、粘り気なんかも全くなくてですね、やっぱクックグリースとかそっち系の触り心地ですかね。手で広げてみてもよく伸びていきますし、タイプ的にはやや固めのハードグリースかとは思いますが、決してこう力を入れながらネチャネチャ伸ばしていくような感じではなく、割とスーッと均等にまんべんなく広がっていくようなテクスチャーかなと思います。はい、そして香りなんですけど、ビーチオレンジっていうフレグランスを採用してると言いましたが、こちらはですね、ブラッドオレンジ、プチグレン、ベルガモットのエネルギッシュでフレッシュなシトラスから、ゼアノートにネロリ、ガルバナムを加え、ワイルドでスタイリッシュに仕上げた大人の柑橘系フレグランスですと書いてありますね。で、確かにその通りでですね、まあ簡単に言うとオレンジの香りかなと思うんですけど、なんかちょっと大人のオレンジのね、香りがしますかね。よくポマードとかについてるオレンジの香りって、まあ結構甘い感じのね、ジュースとかグミとか、なんかそういうような香りのオレンジが多いのかなと思うんですけど、こちらはですね、そんなに甘すぎず、ちょっとこうなんか苦味さえ感じるようなね、結構男らしいオレンジの香りがするかなと思いますね。ちなみにまた今度紹介しますが、この同じシリーズのバームとワックスですね、これも全部ね、同じ香りがついてるんですけど、個人的にはですね、このグリースワックスが一番こうオレンジの匂いがしっかりストレートに伝わってくるようなね、そんなイメージですね。こっちはやっぱね、こう素材の匂いもちょっと混じったような感じのオレンジの匂いがするというか、そんな感じなんですけど、グリースだとね、テクスチャーが水分多めってことで、あんまりこう素材っぽい匂いはせずね、まあ個人的にはビーチオレンジっていうフレグランスを一番堪能できるかなと思いますね、これがね。まあオレンジはオレンジなんですけど、まあやっぱさっきも言いましたけど、ちょっと苦味のあるようなね、オレンジのその果実の部分だけじゃなくて、ちょっとこう皮の部分も混じったような匂いというか、そこにこうちょっとスーッとしたシトラス系のね、匂いも入っててね、結構こうなんていうかな、深みもあるというか、こう単調なオレンジの香りではないですね。あとはこういう匂いの柑橘系
の入浴剤とかもありそうなイメージですかね。まあ甘すぎず攻めすぎず、ちょっと癒し系のオレンジのようなね、そんな感じもしますかね。そしてこちら匂いの強さはですね、ドアーズらしくね、かなり強めになってます。まあドアーズポマードシリーズですね、こっちもかなり強烈な香り発するんですけど、まあこっちほどではないですが、このグリースワックスもですね、かなり強めだと思いますね、匂いね。このグリースワックスもですね、香水とかコロンいらずのかなり強い匂いが出ると思いますね。はい、続いて髪につけてみたいと思います。まあ馴染みはいい方だと思いますし、テクスチャー的にもややねっとり固めではあるんですけど、ファイバーなしで粘り気もなく、割と髪の上でもね、よく伸びていくと思いますし、フォームなんかも引っかからず通っていきやすいと思います。まあハードはハードなんですけど、硬すぎないんでね、そして適度にテクスチャーに水分も入ってるような感じで、セットはねすごくしやすいかと思いますね。そんな感じで扱いやすいですし、こちらもいろんなウェット系スタイルに使えるようなスタイリング剤かと思いますが、個人的にはやっぱこうやってコーム通してタイトにまとめる系のセットが一番よく合うかなと思いますかね。動きつけるような感じのセットもいいと思いますし、できるとは思いますが、それだとやっぱもっとこうファイバーインテクスチャーの軽い仕上がりになるポマードグリスなんかもたくさんありますしね。この伸びの良さ、コームの通りやすさ、それからこの適度な重さっていうのは、やっぱりこうやってピタって抑える系のね、タイトにまとめる系のセットが一番合うんじゃないかなというのが個人的な意見ですね。そしてツヤも見ての通り結構強めですよね。やや輝くようなしっかりとしたウェットな仕上がりになります。時間経つと多少ツヤは落ちるかなという感じはありますが、でも依然としてね、強いウェット感のまま割とキープされますね。そしてこちらはパリッと固まらないタイプのグリースになります。多少表面乾いてくる感はあって、重たすぎたりベタつきすぎたりすることはないんですが、ドアーズポマードとかドアーズ SS みたいな、時間経つとああいうパリッとしてきてね、軽くなるような感じの使用感とは真逆のしなやかホールドですね。やっぱテクスチャーもそうでしたけど、髪につけた時の使用感としてもクックグリースとかそっち寄りの感じですよね。個人的にはクックよりこのドアーズグリースワックスの方が時間経つともうちょっと軽く、ベタつき感も少なく、でもホールド力はややソフトみたいなイメージでしたね。そんな感じで固まってないんで、触ったり強風に吹かれたりすればそれなりに乱れてきますけど、コームなんかもギシギシせずいつでも通りやすいんで、再セットとかもねかなりしやすいかなと思います。最後に洗い落としも抜群ですね。シャワーのお湯で流すだけでシャンプーする前にほぼ完全に全部スタイリング剤がつるって落ちてくようなイメージです。ただ香りはですね、シャンプーゴシゴシしてもちょっと残るかなって感じはありますかね。ドアーズポマードとかもそうでしたけどね、このグリースワックスもそれくらい結構しっかりとした香料がついてるかなと思います。はい、ということでね、ドアーズグリースワックス、これからの季節によく合いそうな夏っぽいオレンジの香りと強いツヤ感っていうのがね、特徴かなと思いますね。使用感としてはですね、何度も言ってる通りクックグリースとかクールグリース G1 とかね、そっち系ですね、やっぱね、まあ、使ったことない方に分かりやすくイメージ例えるとですね、まあ、クックとか G1 とかよりもうちょっと重さはなく、ベタつきもないけどホールド力もソフトみたいなね、個人的にはそんなイメージでしたね。まあ、クックとかよりソフトとは言っても、まあジャンル的にはハードグリースですけどね、全然ね、すごくタイトにまとめるバーバースタイルにね、よく合うと思います。ぜひこちらね、80g で税込み1650円ということで、価格的にも内容量的にもね、割と試しやすい、手出しやすいかなと思うんでね、ぜひこちらもね、気になった方はチェックしてみてください。はい、こんな感じで今回はこちらドアーズグリースワックスのレビューをしてみました。このチャンネルではメンズスタイリング剤レビューを中心に配信していますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またコメント欄からレビューしてほしいスタイリング剤のリクエストも随時お待ちしております。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。